く隅から隅まで。この番組では三田市内にある20の小学校にお伺いし、児童の皆さんに学校や校区の紹介をしてもらいます。今日は小野小学校です。まずは小野小学校の校歌からお送りしましょう。隅から隅までは小野小学校です。続いて小野小学校3年生の皆さんの登場です。3年生が学習している小野小学校校区にある松風ランドと天狗の森についての発表です。今から3年生の発表を始めます。小野小学校の3年生は総合学習で松風ランドと天狗の森の生き物や植物を観察しました。松風ランドと天狗の森は学校の近くの森ですが、生き物や植物の様子が違います。秋の松風ランドはたくさんのどんぐりがありました。天狗の森には松風ランドでは見れない生き物がいました。見てきたものをさらに詳しく調べたので聞いてください。松風ランドで拾ったクヌギというどんぐりを僕は調べました。クヌギの実は他のどんぐりよりも大きくて丸くてコマみたいに回ります。クヌギの葉は細長く、縁は針のようにギザギザがあり、茶色っぽく紅葉します。松風ランドに行くとどんぐりから芽が出ていて、芽が伸びて土の中に埋まっていました。どんぐりの芽は根っこでした。どんぐりを土の中に埋めるとどんぐりの木になります。僕はクヌギを植木鉢に植えて育てています。どんぐりの木になるのが楽しみです。僕はアラカシというどんぐりを調べました。アラカシの実の大きさは5ミリから1センチです。実はとてもツルツルしています。アラカシの緑色の時は玉ねぎのような見た目で、緑色の硬い皮をむくと
玉ねぎのような匂いがします。硬い皮の下に薄い皮があって、それを剥くと黄色い実が出てきます。あらかしの実の皮を剥いてみてください。どんぐりには帽子もどんぐりもいろんな種類があると分かりました。僕はコナラというどんぐりと帽子を調べました。コナラは表面に黒い線があって少しだけ太いです。コナラの帽子は鱗みたいになっています。帽子の中を触ってみるとサラサラしていて冷たかったです。どんぐりは最初緑色でちょっとずつ茶色になっていきます。帽子が取れたらどんぐりの下側が白くなっていました。僕はコナラの秘密を知って面白かったです。僕はゾウムシを調べました。なぜゾウムシという名前かというと、ゾウムシはゾウみたいに鼻が長いからゾウムシという名前がつきました。ゾウムシは鼻で栗やどんぐりに穴を開けて卵を産みます。そこで幼虫になってどんぐりの中身を食べて大きくなります。そして地面の中に潜ってさなぎになって、最後は地面から出てきて大人の虫になります。さなぎから出てきたところを見てみたいです。僕は天狗の森の生き物について調べました。まず天狗の森の沢に住んでいるサーガニを調べました。サーガニは川や沢の石の間などに住んでいます。サーガニは海で産卵をするカニに比べ卵が大きく、数もずっと少ないです。でも天狗の森ではたくさんのサーガニがいました。横歩きをするサーガニやアカデガニなどは足の断面が少し平べったくなっています。次に天狗の森に住んでいるオオケマイマイです。オオケマイマイは山地の落ち葉の下や小石の間などに住んでいます。天狗の森では未開離層の葉っぱの裏で見つけました。オオケマイマイは未開離層の葉っぱが大好物です。オオケマイマイの殻は平たいレンズ型になっていて、殻には毛があります。オオケマイマイは普通の庭であまり見られないと思います。天狗の森で僕は2匹見つけました。天狗の森にこんなカタツムリがいることが分かってよかったです。僕は天狗の森に行ってカエルを見つけました。カエルの中では珍しいタゴガエルです。体長は3センチから5センチまで様々あります。石の下などで産卵します。広く住んでいるところは山地の渓流付近の森林です。オタマジャクシは餌を取らずに成長します。カエルになると昆虫などを食べます。僕は天狗の森にあんなに珍しいタゴガエルがいたのでびっくりしました。僕はマムシグサを調べました。触ったらすごくベトベトになりました。マムシグサの特徴は茎がマムシみたいにギザギザ模様になっています。マムシグサは僕の胸の高さまであって、茎は教室の机の足ぐらいの太さです。マムシグサという名前を聞いたとき、僕はマムシみたいに毒があるんかなと思って怖いと思っていました。秋はどんな実がなるかドキドキしていました。見に行ったら朱色の小さな実が先に固まっていました。実がいっぱいついていて綺麗でした。花も見れなかったけど、調べると白い花でした。花も見たかったです。僕は天狗の森でリスとネズミのクルミの食べ方の違いを見つけました。リスはクルミを半分に割って中身を食べますが、ネズミは小さな穴を開けて中身を食べます。クルミの殻はとっても硬いので、リスやネズミは殻は捨てて中身を食べます。
天狗の森に行くと半分に割れたクルミの殻が見つかります。リスは切り株の上や平らな石など平らな場所で食べます。また小さな穴の開いたクルミが見つかります。僕は山いちごという一見ベリーに見えるいちごを紹介します。食べたら最初は酸っぱさと甘みが来るけど、後からピリッと辛くなります。山いちごは夏にあります。山の中では、赤い実は山の中ではすぐに見つかります。山いちごはキイチゴとも言います。茎にはトゲがありました。痛いのでキイチゴを取るときには気をつけて取って食べてください。これで小野小学校3年生の発表を終わります。今日の校区隅から隅までは、小野小学校3年生の皆さんに校区にある松風ランドと天狗の森について発表してもらいました。校区隅から隅まで、この番組は毎月第1、第3、第5土曜日の10時45分ごろから放送しています。再放送は翌日曜日の夜7時からと、月曜日のお昼12時45分ごろから行っています。次回の放送は2月4日土曜日、学園小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。